朝から晩までしないと。何から何までしないと。あなたも私も。ちゃんとしないと。いと朝から晩までしないと。何から何までしないと。始める。ちゃんとしないと。はい、こんばんは。こんばんは。 本日も生放送で、すかねこれ生放送はい始まりました、ワイズバンクプレゼンス、ちゃんとしないと、え日き8回目、はい、末広がりの8回目、割り切っていきましょう。はい、今週も、私、ひろしと、まさきと、えー、徳ちゃんと直しで、いつもの4人でお送りしたいと思います。はい。ねえ、今週もちゃんとしてましたかまあまあかな。まあまあ。雪、雪降ったしね。ああ、そうだね。雪降ったしね。ちゃんと雪降る。 まみぞれだけどねみぞれフルー、はい、で、えー、のりちゃんからメ <laughs> ールいただきました、う<ー>しいね、はい、これ、あの先日ね、はい、あの日曜日、うん、我々一緒で結婚式でのりちゃんも来てて、うんまあ、たまたま「あさイチ」美容室でまさきと一緒になってびっくりと、<laughs> 中学生の頃から通ってる美容室で、実はこれ、とくちゃんの奥さんが働いていたなんて世間は狭いですねと<う>これさ <laughs> すごいよね、うん、本当にたまたまのりちゃんも来てて、うん、でも、のりちゃんはもうすごいテンション上がってるのに、まさきにこんなに朝早くから美容室に来て、まさか着物とか着るのバカじゃないと言われ、ちょっぴりへこむ <laughs> ひどいね、のりちゃんもちゃんとしてる街だったのに、<laughs> もう、まあでもね、一緒に写真も撮って、お楽しにしますということで、はいはい、今日も聞いてくださいね、綺麗でしたね、着物をね。着物じゃ <laughs> もちろんですよ。もちろんですよ。はい。ありがとうございます。ということで、えっと、早速、今日ね、ちょっとまあ、週刊ちゃんとも、ちょっと長くなりそうなんで、早速、こーいきたいと思います。おっしゃ。はい。週刊ちゃんともうね、くちゃんがプロ並みの手、手、て手さばきでやってるから、すごいなと思風邪ひいてるけどね。 はい。ええー、まあ、このコーナーはですね、またあの、ラジオまでの一週間の新聞記事に掲載された出来事を、えー、広下正樹がピックアップして、お届けしたいと思います。先週新聞忘れましたけど、今日持ってきてますよ。ああ、りがとうございます。はい。行きますよ。早速。はいはいはい。ええー、これは、琉球新報かなはい。ええー、1月25日月曜日。琉球に落書き、38歳男を逮捕。 えー、那覇省は24日那覇市若狭の緑地にある市管理の流中日本に落書きをしたとして南城市の、えー、玉城の王かな王島の王かな自称、うんえっと、安富容疑者を器、うん、物破損の容疑で逮捕したと安、えー、富容疑者は大義のためにやったなどと話しているというとこれどうですかちゃんと ちゃんとですかね、これは <laughs> ちょっとテンション的には少しねまあねでまあこの上には記事で、まあ、このシンボルの,、うん、あのお披露目式を400人でやったってこう、うん、まあ結構相反する記事が <laughs> 載ってるんだけど、うん、まあどうなんだかね、これはいろいろいたことありますよねまあそうですね。 詳しいことよくわからないけど、うんまあ、でも3億円以上かかってますから、結構お金かかってるからね、うん、意味あるんですかね、本当にね、まあ、僕、町で写真撮ってましたけど、もう看板と電線だらけできれいに撮れないですから、まあ、その辺やっぱり、まあ、ちゃんと税金を使ってもらいたいですねあ結局、こう,う落書きが大義のためってのは、やはり何か不満がこう、うん、皆さんの中にあっての行動だから。うんうん まあ、そういうふうなところもちょっと受け止めてほしいなっていうのも、少しあっての多分柔らかちゃんとなのかなと、<laughs> 僕はそういうの捉えてま一応、犯罪なんで、それはもち,もちろんもちろん、もちろん、けど、やっぱりああいう場所でさ、まあ、例えばシンガポールのマーライオンって、う何でもいいけど。 綺麗でしょもちろんああいうところが汚いって意味ではないけど普通に考えてさ一応歓楽街というかそういった場所で子供がさ子供と大人親子とかで写真撮らんでしょまあそうねそうだねなんだあそこに置いたのかなっていうんとかこれちょっと話すと長くなるでこの辺でちょっとこの辺で聞いてください えー、お銀、あ、違う、一月二十三日土曜日、琉球新報で、社会面、おき、うんえー、銀行員百六十五万円流用、正規手続きへず、えー、貸付、えー、これは、沖縄銀行は二十二日、えー、顧客からの 返済資金の一部を別の顧客へ融資資金として不正に流用したとして、本当内の支店で法人部門を担当していた30代の男性コ員を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。えー、お聞ぎによると、発覚後に判明した流用残高は1512万円で、1月12日付でコ員が全額弁済はしたと。ただ、まあ、今後刑事告発する予定はないというと。これどうですか 怖い <laughs> 怖い怖い怖い目が怖い俺流用してないよ <laughs> それはちょっとすごいことが起きたというかね年ちょっとざわざわとしてますけどまあ元ね大銀行の奥浜さんとしては思うところがあるんじゃないですか真面目に働いてきた奥浜さんからしたらね結局まあ先輩たちとかもいますんで、うんうん、あまだねやっぱりみんなが頑張って築き上げてきたものというか、うん 一気に崩れます信、ね、信頼とか信用は、ねうんまあ10年ぶりとか昔の記事を引っ張ってくると、まあ、2006年に ATM からまあお金取ったりとかう、うん、まあそれ以来、うん、まあ10年ぶりの大きな何ていうのこういうのん、うん、まあまあ問題なんですけどそうそう、ね、浮き菓子という浮き菓子っていうのは初めて聞いたけどまあその本人はその流用したとか搾取したことはないんだけどってことだよねうん まででもいいいことではななね勝手になんかお,お母さんが誰かから借りてき、うん、おばあちゃんとかが借りてきたお金を炭素に入れてて、うん、その炭素のお金を取って、ね、この子が友達に貸すとまあそういう流れだねああいい子ねヒロシは自分のために扱わなかったのねっていう話ではないでではないねそれはやっぱりお母さんがお金だしお母さんおばあちゃんから借りてきたお金だから、うん、だからなんかなという、うん、でもまああこれあれ 刑事告発する予定ないっていうのちょっとと、まあ、名前もね出てさっきの流中は名前出てましたから <laughs> <laughs> まあその辺が、ね、まあまあ落書きと3900万をまあ比較するのもあれかもしれんけど、うん、ちょっとね何、うん、ですかねまあまあちょっとあんまりね言えないとこもあるのかな <laughs> <っ>まあ今日この辺にしとく <laughs> まあでもまあちゃんとしてほしいなと思います、あ 解明していかないとなぜこれができてしまったのかっていう部分も含めて、ねうん、半年ぐらいでしょ、うん、結局結構バレるバレるっていうかそれ分かるまで時間かかってた、ね、そうそうそう,そうやっぱりしっかり検査してるはずなんだけどなっていうのはちょっと驚きですじゃあ次いきますよはいえっと琉球新報1月,1月23日土曜日で、えー、市町村面から、うんえー、千原ジュニアさん宮古島大使に えこれは、えー、宮古島で人気お笑いコンビ、千原兄弟の千原ジュニアさんが17日、宮古島大使に任命された。同日、下地俊彦市長から任命状を手,され手渡された、千原さんは講師ともにお世話になっており、宮古島の力になりたいと思いを語ったと。これどうですかちゃんとしてる <laughs> <laughs> ゃ宮古ば、宮古口っていうの宮古バージョン、はい、大豆大豆済みだね。はい <laughs> ジュリアちゃんとしてる <laughs> うまいんだよね、めっちゃ、都ちょっと知ってます、あまあ、ね。ちは,は都だと、僕は技能で生まれたので、なんかよくやってるよ、都弁講座みたいなのね、はい、よく、ね、あの飲食店で披露することが多いんですけど、定食屋で定食屋でやることはないですけど、や都の言葉とば、まあ、都の人に笑ってくれる人も多いけど、喋、うん、る方法って言って。うんうんうん 一文字目と二文字目と4文字目、あ、4文字目はない。1文字目間違えた一文字目と二文字目の間の1.5文字目を強く言えば、一文字目都の言葉になるんですよ。例えば、たまごと。お、エコ入ってる。どんどん。もう一個ぐらいちょっと。肩が外れるなんでもできます。タバコと。タとバの間を強く言うとね。ファースト フワフル面白いね。わかるあったでしょでももう聞いてる方からしたらもう都生に聞こえるね。そうそうそう。これぜひ使ってください。まあね、宮古島大使実はこれ11人。11名ぐらい。うん、いるっていうことで。なんか、あの、ラージヒルのジャンプの笠井さんとかね。はいはい。はい。さっきね、見たらね、あの、高見山だった。倍の倍の倍じゃないですか。2倍、2倍。はい、そうそう。なんかね、まあいろいろ、今度11人もいたんだなって思いましたんで。まあぜひ、 ジュニアさん宮古島ねそうですね盛り,、はい、盛り上げていただけたらと思いますんではい、はい、ということで次いきますはい、はい、続いて琉球新報1月26日火曜日うん,うんこれ何面かな市町村面はい、はい、えー、検討園長リングへ、えー、園児たちに夢や希望を持って挑戦する大切さを伝えるため 20年のブランクを乗り越えてボクシングの社員に臨む保育園長がいる那覇島カビの七色保育園の園長の下地さん39歳が31日に沖縄市で開催される格闘イベント天開地79かなに参戦元プロボクサー同士の戦いに挑むということでこれどうですか てててええ早く行って早く行ってもらっていいちゃんとリアーロッキーね。ロッキーのやつね。ちょっと音外れましたけど。ちょっとどころじゃなかったかもしれんけどうー、悔しい。チゃンまあでもすごいね。39歳でこう、まあ子供たちのために。で、これ、19歳でプロボクサーのライセンスは取ってるけど、まあ、 実際リングに上がってはなかったけどまあある方に背中を押されてリングに行ったということではい、はい、かっこいい <laughs> かっこいいね、うん、できますなんかそろそろ36歳奥浜さんもなんかチャレンジしてみたらいいんじゃない今年あたりはい <laughs> 振った時にさ答えないとかってあるんまあ特にまあなんかやろうサッカーも1年に1回しかしないしなうんそうね、うん まあ、ある意味、この、去年から始めて、ラジオは一つこう、チャレンジで、8回も続け目指せ100回。100回。なんで、ぜひ、皆さん温かく見守っていただけたら。まあ、試合もこれもね、勝つ、勝たんっていうより、このね、背中っていうか、この、チャレンジしてる背中を、子供たちが見るっていうのは、すごい、うん、いいかなと、うん。いいと思いますいい。いいまとめ方だな。うん。ありがとうございます。うん。うん、<laughs> はい。<laughs> 最後えー、琉球新報。 26日火曜日、これは、経済面、うん、マック新商品名称初公募、えー、これは、日本マクドナルドは25日、同社初の試みとして、名称を募集するハンバーガーの新商品を2月2日に発表すると正式に発表した。うん、で、これ、商品名に採用されたら、ハンバーガー10年分に相当する140万円の賞金を出すと。 3月中旬までの期間限定ということで、これどうですかマークあ、間違えた間違えましたひどいなもう一回この、これどうですかって。限定発売するということで、これどうですかメキュリドもう、方ーもあった。もうさっき終わったでしょ、宮古の方。宮古の方が終わった。マークあ、マークだったこれ。いや、もう、どっちでもいいですけど。 で、これあのね、実はもう一個裏企画というのがあって、昨日から、このマックが、自分の好きな名前で、この商品を注文してくださいと。名前長いからね、名前が今すごい長い名前がついていて、仮でね。そうそう。まだ名称も決まってないんで、あなたの好きな名前で注文してくださいっていうのがあって、全国でこの店舗が、まあ限定で、沖縄調べたら、あったんだよね、沖縄。それがカテナ店。 あ、なんでカデナなのの分からんけどね。遠いね。で、実は、うん。我々。我々。カデナまで、さっき、行ってきました。もう多分、は今日からだから。はいはいはい。ね。で、実は。本当は昨日だけど、まあいいや、はい。あ、昨日か昨日だけど、もう今日我々さっき行ってきて、ちょっとその様子をちょっと、 ライブでそのち、<ー>なんていうのそうだ、これ収録してきたんで。ちょっと新コーナー、受けるかどうかそうそうそうちょっとちゃんとんっていうんと,ん、ね、ところのちょっと試しに、ちょっと収録してきたんで、ちょっと聞いてみましょう。はい、なんて頼んだんでしょうかどうぞ。<laughs> ちょっと待ってくださいね。はい、注文いいですか <laughs> モ <laughs> スバーガー2つとチキンマックナゲット5ピースあとポテト M オレンジとコーラマスタード

来ましたね来ました私、うん、ちゃんと嘉手納店で限定で販売されてましたから、うん、ぜひ、うん、まだね聞いたら、あのー、誰もちゃんとなんかこのオリジナル商品で注文した人は誰もいなかったということで、はい、我々初のチャレンジをして一応モスバーガーでも商品は来ましたんで <laughs> <laughs> まあ、あとは、ニューヤルバーガーとかでも頼べるんじゃけいかと思いますんで。まあ、ぜひ、あと、ちゃんとした名前もちょっと、エントリーしたい。なんとか、あるなんとか国営バーガーじゃん。なんだった田中国営バーガー。田中北海道だけに。いろいろネタ出たんだけど、やっぱり、ブログが荒れるには、炎上症候群。マックでモスバーガーを、そうだね。なんだった注文してみた。注文してみたっていう。まあ、結果、あの、とりあえずできたと。 <laughs> いうことで、ね、まあ、こういうちょっとロケで音取ってくるっていうのもやりたいなっていうことでやってるので、またちょっとコーナー化できたらと思ってますので、うん、以上、「週刊ちゃんと」でした、はい、ということで、はい、じゃあ、ちょっと一回、CM をお願いします。はいはい こ,こからまた怖いな、はい、はい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 うことで今日はまたえっ、ー、とコーナーいきたいと思います続いてい <laughs>、うん、きます まさきのちゃんと狙い撃ち、はい、というわけで、うん、今日は何を狙い撃ちましょうか、えー、ちょっと時間を押してるんであわかりました早めにいきましょうまあ新聞から広げるって話なんですけれど、うんえー、昨日ですね火曜日、うん、タイムスさんの記事にも載ってたんですけれど、うん、まあオリオンさんが、うんえー、家島の小麦を使った白ビール、うん、琉球ホワイトを、まあ、発売しますと。 っていうのがあってまあまあ普通のまあ普通って経済面によくあるニュースだけどねでビール類の主な原料に県産食材を採用するのは初めてうんと今頃かおっしゃりたいことは分かりますなぜかというとこれなんだちゃんと切りだったちゃんと狙い撃ちあ狙い撃ちねえっと沖縄県はまあ本土復帰してまあいろいろ大変でしょということで いいろろ減税があったガソリン安くしてもらったりその中に酒税を20円とかね安くできる酒税提言措置っていうのが行われてるんですけれどもまたこれ5年に1回延長しまくってたわけスナックじゃないけどまさけはね僕は延長1回しかしないですそうでした なんだっけ、2009年までで累計160億円。は、泡盛とまあビール作業界をもらって、うん、い今いただいてるっていうか、まあまあまあ恩恵を受け取るというか、うん、まあそういうことね。でまた延長するらしい。はい。じゃどうなのっていう。そうね。でここにはなんか県産のもの初めて使ったとかさ。うんうんうん 焦りが見えるのか分からないですけど、僕はどっちかというと、もう淘汰されるべきなものは淘汰されるべきだと思っていて、いろんな業界、電気業界だって合併してるのにさ、酒造組合の会社ってなかなか合併してないさ、なんかこう、もらってるにどに、本当に企業努力してますかっていうところはあるよで、販売数もずっと落ちてるし、やっぱ本当にこと悪く言うと、魅力がないものはなんだって落ちるでしょ、歌手だって。 商売だって、俺のこの声のトーンも落ちるでしょ、こういうととかは。それでいって、2年ぐらい前かな、ある酒造会社の退職金4年間で19億円ぐらい出て、もうまさかの国税が文句言うって、多いでしょとかね、じゃあ、これは内部留保するのはどうやってやったのかとか、売上高だからいくらか知ってるっていう、その会社が、なんかちょっと。いや、それはそうだね。 まあね、僕らも民間で仕事してる中でさ、ある意味いい優遇してもらってて、分かるよ、優遇してもらって、うん、そこからこう回復の兆しがあるとか、うん、青森がすごい盛り上がってきたんだったら、うん、さっきグラフ見たけども、軒並みもう右にビーって下がってるから<う>じゃあ本当にここにもう投資していくべきなの、うん、投資っていう考えでしたら、うん、もう先がないような投資はしないですなんかもらえるのが当たたり前みたいに なななんかすごいいっってるなってるううのは個人的まあ CD と今の MD とか MP3 の時代でしょうん、うん、もう CD いらないでしょカセットテープもまた増産するみたいなねそこに投資する意味あるのかなっていう <laughs>、うんまあ、もちろん守るっていうのも大事なんかもしれないけど、まあ、でも今一度ねぜひそこを考えてほしいけどねこの業界の人にはね、うん 本当にそれでいいんですかっていうのはでその従業員の方にじゃあが給料高いかっつったらどうなのとかね退職金って役員のだからね o k、うん、ケー。ケーこんな感じで合ってましたっけ合ってます <laughs> まあすごいでも熱くこう結構この1週間これにかついて語ってたからでもうまく語れないな続きはだからもう黒霧島飲みながら話そう <laughs> <laughs> まあ実際そうなってる人たちもいると思うんですけどね。はい。まあちょっとこれ、またもしかしたら続編あるかもしれないですけど、今日はちょっと時間が押してますんで。まあ、しっかり、はい。データ裏取って調べて、はい。また皆さんにお伝えしたいなと思います。はい、じゃあ一回 CM お願いします。はい、先輩、最終の接待なんですけど、いいサプライズ見つけました。 三振パッと来ると言って、30分なんと1万3000円でベタ三振の人が来てくれます。いいね。今すぐ手配して。三振パッと来る。続きはウェブで。はい。はいはい。まあ終盤といえば皆さんお楽しみのこのコーナーですかね。はい。いきます。大人の、大人のホテル情報。 今、大人の2階行ったからなわけ。<laughs> <laughs> <laughs> はい。ということで、えー、まあ、これ皆さん、お待ちかねの大人のホテル情報の、なんですけど、10時15分現在。はい。え空、ー、き状況、ホテルの空き状況、お願いします。ウォーターホテル。安心してください。5部屋空いてます。わー続きまして、かくれんぼクラブ。安心してください14。14部屋ぐらい空いてます。<laughs> わー 多すぎて噛んどるからね。はい、最後。ホテル演算。安心してくるぜ結構空いてますわ<ー>都の人に届いたかな、これ。怒られるやつや。<laughs> あ、ツイキャス反応しやす大人のホテル情報、わら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 。<laughs> <laughs> はい、そういうわけで。結構空いてるね。今日空いてるね。うもう暖かくなってきたし。うん、暖かくなってきたかなでも寒い日続いてるけどね。<laughs> <で>半袖だろちょっと、室内だからね。 なんかでもあの天気とくちゃんがすごい天気詳しいんだけど、うん、また来週、うん、今週から来週来週からまたあったかちょっとあったかくなってまた寒くなったりっ、うんうん、明日から明日から、はい、また暑くなる来週また寒いってすごいねなんか波がね、うん、まあでもみぞれが見れてよかったんじゃないですか あそう、あられって言ったよ <laughs> あられが降ってよかったんじゃないんゃこれ言い直しって面白いこれ <laughs> 絶対面白くならんでしょメモにあったから,から,あ,らあられが来たらこれで返すって決めてたからあなるほどね、うんうん、ちょっと時間あるよまだどうする,どうする <laughs> 簡単に言うなよ <laughs> <え>簡単に言わないで。 どうしようかな。えーなんかネタあったっけ？新聞のネタ。あこれがえー、<laughs> これ茶色の姫ハブ。<laughs> あえー、茶色の姫ハブが2000匹に1匹で見つかったそうです。これどうですか？<laughs> 姫ハブね <laughs> <laughs> そ。そんなのやったっけ？<laughs> え？じゃなかったっけ？うん、茶色姫ハブそう。そうだ、ね、あこれを菊目線ブラウンでつけて。<laughs> 茶色の姫ハブでいいハブ種作れば売れるんじゃないかって言ってさっきのフォローする話だったなあそうだったね、うんまあ、実はこういう感じでネタ,ネタは結構6個7個持ってて、うん、まあ厳選してこう5個読んでるんですよ皆さん、うん、あ一応ね新聞読むと楽しいよっていうのも裏テーマでありますからね、うん、そうだねうん、うん、でも最近全部琉球新報だね直し君 確かに進歩が多い気がするな。でもこれまああれだよ。あのー、毎日直しがね、うん、あの実は前の日に打ち合わせをして、えっと記事のピックアップを決めて、えー、新聞を直しに取ってきてもらうっていうやっぱあのお表にしかあ <laughs> の作業が出てないさ。そうそう曲いこうかな。一応時間すごい,いやえなんかの雑用に似てる。<laughs> <laughs> なんか一人に丸投げすんのやめてもらっていい <laughs> そうだね、うんはい、とりあえずじゃあもういきます最後曲いつものねどうぞどうぞじゃないからね本当に <laughs> たまにあのプロの歌流そうあそうだねプロの今日じゃあ,あの女性シンガーがいい、はい、女性シンガーはい、はいはいはい、かりましたわかりました今日いきます、うん、えー、じゃあそれでは、えー、聞いてください、うん、奥山正崎で「悲しみが止まらない」どうぞ

ちょっと前。<laughs> はい。<laughs> また岡山正輝のでしたけど。はい。それであと5秒なんで。<laughs> また来週皆さんよろしくお願いします。ということで、さよなら。はい。